それで今も話されたんですけども、まあ、これ今日話す内容になるか分かんないんで言ってきますが、やっぱり、ビジネスを考えるときに3つの大きな整合性を考えることが大事なんですね。で、3つの大きな整合性って何かっていうと、まあ、これピーター・ドラッガーさんが言ってることで、皆さんも以前来られた方には言ってたんですが、どういう整合性かというと、商品ですよね、または有料サービスです。これと、ドラッカー先生はこれを営業システムなんですが、販売チャンネルと言われてるんですよね。で、ここで言えることは、基本的にドラッカーさんが本を売るような会社の人は直販しないってことですよね、当時ね。だから販売チャンネルっていうことを言ってるわけで、昔市倉先生がですね、なんでアメリカの経営を学んで営業部隊って言葉が出てこないか分かったって、向こうは大抵を使うのが基本なんですよね。で、それアメリカはって誰のこと言ったかというと、ドラガーさんのこと言ってたんですよね。で、そしてもう一つが何かっていうと、これが市場ですよね、あるいはお客さん。で、この3つの整合性が大事だと言われてるんですね。で、この3つの不整合があるときに企業が業績が出ないことがあるということなんで、この3つを常に考えていくことが大事になってくるわけなんですよね。そういう意味で今八地さんがこの3つをね考えていらっしゃるということで、いらっしゃったと言います。で、これの結果が 何に出てくるかというと、業績とか利益に出てくるんで、まあ、基本的に3つ大事なことがあるんです。それで、まあ、ついでに今日も話すと思うんで余談なんですが、